備はできてるぞ。ここにいたモンスターはこれで最後ね。しんどい。ホムラ、どこ行ってたの？こっちは大変だったのよ。不穏な動きをするモンスターがいたので、それの対処をしてたゆえ、すまない。それならそうと、ちゃんと言ってよね。シキもいなくて。おーい、みんな！それとハーミット、ハーミット、仲間になる気になってくれたのね。勘違いしないで、こいつに拉致されただけよ。そうなのね。それでモンスターたちはどうなった？ここら辺のは倒したけど、まだまだ町の入り口にはたくさんいるの。そうか、よし、俺が残りの敵全員ぶっ倒してやる。シキとホムラがいてくれれば一安心ね。ホムラ？どうしたの？早く行こう。うむ。プレイヤーは引っ捕らえろ！ NPC は亡き者とするのだ！設定では町の守り神でござる。怖いけど町を守るでござる。貴様、この地域の中ボスのくせにジャビロフ様に逆らうのか。そなたも同じ中ボスでござる。しかも設定が作り込まれていない脇役でござるよ。何を気にしていること。お前ら矢でこいつらを射抜け。そうはさせるか。お前ら町を荒らしまくりやがって、ぶっ飛ばしてやる。消えるかよ。おら、ささ、あの人たちが頑張ってくれてる間に逃げるでござる。ありがとう、シノちゃん。シノちゃん？忍びとロールだからシノちゃん。で、悪くないでござるな。逃がさないよ。うって危ない。拙者、町の守り神でござる。お前、大丈夫か？何やってんの？ちゃんと人を狙えよ。は、はい。よい、私がやる。危ねえ！その子、ただのデータなのに。てめえ、ドラッケン城に会うためなら何でもすると言ってたけどよ。まさか仲間まで無慈悲に攻撃できるやつだ。驚いたぜ。仲間ではない。ホムラ、なんでホムラがあいつと一緒に。
俺たち友達じゃなかったのか、ホムラ。ああ、私はドラッケン城に着く。理解不能。バルキリーさんの捜索はどうするのですか？そんな話を信じていたのか。お前、この場で消えてもらうぞ。が二人？でも見た目的にはこっちが。この星に着いた時、私はなぜか牢の中にいたのだ。一日がかりで脱出し、一日がかりで情報を集め、ここまで来た。なればどういうことか。私の名を語る不届き者がいるではないか。そもそも私が殿方の姿になるわけなかろう。それは少しは興味があるが、いや、ない。しまった。歌を持ったこと、つい。本物っぽい。貴様、何者だ。もう、お前のふりをする必要はないの。私は人の姿、性格、記憶をコピーできるの。ジャミロフに近づくために、あんたを利用させてもらったのよ。私はアミラ、銀河系諜報機関 GIA の一人だし。スパイが自ら正体を名乗ると、私と同じくらいうっかりさ。しまった、まだホムラの人格が残ってたし。任務の邪魔だし。ああ、正体バレちゃったし。正体生かしておけないんだよね。そこの釜の男を追っていたのか。私の狙いはその上にいるドラッケン城、桜コスモス一の大悪党。もう少しで城のところに潜入できたのに。仲たちの方法を探さなくては。こんなことって、中継！ヘッ！中継！やっ！まだまだ！はい！一連！はい！今の、タイミングが悪かったわね。これ以上時間もかけてられないし。じゃあね。逃がった。と見せかけてスナイパーモードよ。本当にバイバイ。
距離を正確に打ち返すなんて。消えた。逃げられたか。すげえ、ホムラ、さっきの技を教えてくれよ。打ち返しただけゆえ技では。ごちゃごちゃうるせんじゃ。ダメダメダメ。あれ、めんどくせえの嫌いな。もうダメ、飽きた。全員消えろや。街が一発で破壊されたぞ。何でもありかよ、あいつは。てめえ、覚悟しろよ。俺が神だぜ。覚悟はいいよな。おい、四季の攻撃がもろに入ってるのに、あいつ全然効いてねえぞ。完全なチートね。チート？簡単に言えば、データを違法に改造することよ。あいつはそれを使って力を引き出してる。こんなのどうやって倒せばいいんだよ。それは、あんたらバカ。相手がチートを使ってるなら、こっちもチートを使えばいいじゃん。それだ。よし、待ってろよ、シキ。そいつのコードすぐに解除してやるから。だった。でも、いいの、ワイズ。チートを使ったら、パーされちゃうのよ。この星に未練ねえし、いいんじゃね。早速行くぜ。コード、解析。やってんだけどよ、なんつー複雑なコードなんだよ、クソ。あんた、プログラムの知識ないでしょ。俺のエーテルギア、感覚で動かしてんだよ。なんとかなるんだ、感覚で。はあ、私もあのカマの人、この星から出てってほしいから手を貸してあげる。ただし、チートはあんたのアカウントを使って実行するから、あんたがバンされる。俺がバンされるのはいいが、そんなこと可能なのか。カマの人も同じ方法でチートを使ってる。だからバンされない。あいつがチートをするたびに他のプレイヤーがバンされてるの。そんな。データの星ではプログラムこそが最強の武器。どんなことだってできる。まずはカマの人の無敵を解除。そして四季の能力値を上段。私にプログラムで勝てると思ってるの。四季は怪獣か。おー、力がみなぎる。怪獣すげー。ふざけんなよ。ここは俺の世界だ。俺以外が自由じゃいけねえんだ。元に戻れ、怪獣化を解除。わあ、元に戻った。ご主人、早く変身してください。いや、俺の意思じゃねえんだ。データの星ではプログラムとして最強の武器。まだ重剣。まだまだ。しょ、俺は諦めねえぞ。俺にならできる。赤い竜重剣。無駄。四季に光の鎧を装備。重剣。こちらは重力壁。ぶん殴る。重剣逆さけんなよ。ここは俺の世界だ。俺以外が自由じゃいけねえん
ざけやがって俺が神なんだ。俺よりプログラム技術の高いやつなんているわけねえんだ。こうなったら最終コードを使ってやるぜ。なんだ、街が崩れていってるぞ。この街ごと消滅させてやる。消えろ、すべて無となれ。やめろ！ハーミット、解除！早く！無理ね。崩壊プログラムが実行されたら、プログラムの書き換えは不可能よ。それに、街や NPC はデータに過ぎない。それが消えたところで。生きてるだろう！それは心があるってことだ！俺は諦めねえぞ。町が消える前にあいつを倒す。無駄だ。無敵コードが解除されても俺のステータスは全能力最強。バカな、なぜ奴の攻撃が。確かにあんたはこの星における最強の能力を持っているみたいだけど、この星では現実世界の力も使えるってこと忘れてない？うん、だとすると、バカ、利用せ。アーミット、人間にだって心を見てる奴がいる。俺はマイズさんが消滅しました。あ、さっきも言ったけど、私が使ったチート彼のアカウントでやったから彼がバンされたのよ。なんかかっこいいこと言おうとしてたのに、ダサすぎる。ハーミット、帰ろう。エデンズゼロに。ホムラがいると心強いな。